心がほっこりする韓国ドラマを見たいなら、この3本は外せない。仕事などで疲れた時には、心がほっこりするようなドラマが見たくなる時がある。そんな時にぜひおすすめしたい韓国ドラマを3本紹介しよう。サムダルリエようこそ2023年から2024年。出演者、役名地、チャン・ウク・チョ、ヨンピル・シン、ヘソン・チョ、サムダル・キム、 ミギョン、コ、ミジャ、ソ、ヒョンチョル、チョ、パンシク、スキャンダルにより名声を失ったフォトグラファーが、故郷で幼馴染と再会したことで、実らなかった昔の恋が再び動き出す物語を描いたドラマだ。ドラマに登場する個性豊かな家族、友人、村の人々など魅力的なキャラクターたち、そしてチェジュ島に行きたくなっちゃうような美しい自然と懐かしい街並みが見どころだ。 椿の花咲く頃2019年出演者、役名コン、ヒョジン、オ、ドンベク、カン、ハヌル、ファン、ヨンシク、キム、ジソク、カン、ジョンニョル、チ、イス、ジェシカ、パク、サンミスナック、カメリアの経営する女性がシングルマザーへの偏見と差別に負けることなく幸せをつかもうとする様子を描いたドラマだコン、ヒョジンとカン、ハヌル、キム、 自足たち出演者の演技はとても素晴らしいので、ストーリーとともに楽しんでほしい。ドクタースランプ2024年。出演者、役名、パク、ヒョンシク、ヨ、ジョンウ、パク、シネ、ナム、ハヌル、ユン、パク、ピン、デヨン、コン、ソン・ハーイ、ホンナン。高校時代のライバル同士だった男女が、人生最悪のスランプ期に偶然再会したことで、互いの癒しになっていく。 ロマンチックコメディーだ。10年ぶりに共演したパク、ヒョンシクとパク、シネはドラマで魅力的な演技を披露し、ユン、パクやコン、ソンハも二人に負けないくらいの素晴らしい演技を見せている。スランプを克服する過程をコミカルに描くストーリーは見どころ満載なので、ぜひ見てほしい。文大地項